さあ残り10試合、湘南ベルマーレと横浜 FC、 10月の締めくくりに神奈川ダービーです。2020明治安田生命 J1 リーグ第25節、湘南ベルマーレ対横浜 FC。 今日の会場は湘南 BMW スタジアム平塚です。湘南ベルマーレ、ご紹介したバラダ・アキミ選手です。 J リーグ通算300試合達成、今日の出場で達成になります。まずは湘南ベルマーレスターティングメンバーです。ゴールキーパーが谷、太刀、石原弘和、田中、岡本、バラダ、金子、斉藤美月、畑、イブスキ、タリク。対する横浜 FC、 ゴールキーパーが六谷、瀬古、井野葉、小林、七、杉本、安永、手塚、中山、一味、斉藤康介。今トータルで20得点というのはこれリーグ最少です。まあ、その意味合いで言うならば、点を取るというよりもその点を作る、点を求める回数を増やしたいですね。おいやー、わずかに外れました。今日はでももうすでにシュート2本ですよ、はい、岡本の左足、枠は捉えませんでしたが、今の非常に惜しいシュート。さあ今度は横浜市、合わないか、ちょっとでも合えばというボールでしょう。そうですね、まあ、ここうまく、これ瀬古ですよねが入れたと思いますけど、谷、太刀襲われた、ここでボール奪って斉藤康介シュート、ようやくこの力でフィニッシュまで持っていきました。伸びていきました、まだあります。ボックスの外からクロスボール入りました。これポスト、頭突き出して惜しい、今の杉本の一撃。いや杉本良かったですよ、今のプレーは低いこのボールに合わせましたよね、はい、チャンスになりました。そのまま右に持ってシュート、これはキーパーの谷、いいセーブ、よく触りましたね谷ね。中山が持ち前のドリブルでぐんぐん前に行き、そのままのフィニッシュ。手塚入れたボール落として井ノ原、そしてキーパークリアです。井ノ原落としました、谷が触りました。今井ノ原 見えなかったんですかね、ちょっと中途半端になりましたよね。でしたね、はい、バラダ浮かせました、サインプレー、しかしポスト、イブスキに、イブスキの頭、そしてポストの乾いた音、今のはみんなが騙されましたね、完璧なサインプレー。そして瀬古、チャンスになるか、中山から、そして瀬古です、今度は瀬古カットイン、中に入ってきた、そして瀬古シュート、これ瀬古行きましたね。そうですね、これ斜めにあの全体がこう動いていったのが、うん、またあの瀬古をフリーにしたところもあったと思うんですよね。このワンタッチが良かったですよね、はい、でうまくこれギャップがちょっと生まれたところ、小林の背後でしたけど、ちょっと一瞬中さ、チャッて見たと思うんですね、イビスキが、はい、ただここ自分のやっぱり点取ることが仕事なんで、はい、チラッとこう 気にして中見ましたよね、うん、でもこれもう思いっきり振り抜いた、はい、もう見事なゴールですね、イビスキ。
相手を少し剥がしながら切り返し効きました。うまい。もう一回、もう一回、そしてクロスボールだ、これポスト、最後セルマンですかですね、ボレーシュートはポスト。あ、これはうまいディフェンス、体を揺すったまま、そして試合が終わりました。前回大会の敗戦のリベンジなりました、神奈川ダービー。今回は湘南ベルマーレの勝利、1対0、得点、大きな体がひときわ目立ちます指宿。そして一方の横浜 FC はリーグ戦においてこれで今シーズン5回目の連敗、前節札幌戦に続きシャットアウト負け。